3000万ベリーの賞金首が。悪運尽きた。ん？さあ、それはどうかな。てめえは。政府はてめえの首を欲しがってるぜ。世界は我々の答えを待っている。あの特区は何だったんだ。22年前ゴールド・ロジャーが処刑された、その同じ日に稲妻のように現れ消えたあの男は一体。俺は海賊王になる男だ。知ってこい。それがお前のやり方ならな。なぜだ。なぜあの男に手を貸した。ドラゴン。男の船出を邪魔する理由がどこにある。